はい、水口城の近くにある藤坂かな、ちょっと読み方わかんないです、後で調べておきます城主の加藤氏の祖先を祀った神社です。そちらに書いてあるので、読み方を書いてあるといいんですけど、藤坂神社ですね。藤坂神社、加藤義明さんを祀っているですね。まあ、駐車場はちょっと資料館のところに停めてくるしかないみたいで、朱印とかがなんか出るのはちょっと無理ですね。子供が住んでますけど。土台とかも新しくなってますね。昔も大きなものがあったのかもしれないですけどね。後ろは天満宮の跡地になっているので、城主の祖先を祀る神社としてはちょっとちっちゃいかなと思うんですけど、トイレは併設されているので快適に来れると思いますけど、堺神社です。